県はまん延防止等重点措置の解除後も独自の対応目安である非常事態は据え置き、多くの観光客の来場が見込まれる高知城や坂本龍馬記念館などの屋内施設は引き続き原則休館にしています。そんな中、先月27日から休館していた桂浜水族館は今日から営業を再開しました。休館中は入館者がいないタイミングだからこそできることをと、スタッフたちは水槽の掃除や新たな展示コーナーの設置など施設の充実に取り組んできました。おとといはウミガメのプールの清掃が行われ、海水を半分以上抜いた後、スタッフがブラシを使って丁寧に汚れを落としていました。この上に登ってデッキブラシとかでこすったりしてるんですけど、隅々まで 100% やるっていうのはちょっと厳しいので、こういう時に一斉にやったりとか。こちらが今日の様子。綺麗になったプールで泳ぐウミガメはどことなく気持ちよさそうです。磨きがかかったのは展示コーナーだけではありません。館内の緑の床はスタッフ3人がかりで塗装を行い、おととい仕上がったばかりです。このほか水槽にはオキナヒメジやウスバハギなど10種類の魚たちが仲間入りしたほか、迫力満点のこの魚も。海のギャングと恐れられるウツボです。休館中の今月5日にやってきました。このウツボは東洋町の漁師が取ったもので、その数なんと30匹。水族館では以前からウツボの展示を行っていましたが、さらに水槽を迫力あるものにしようと数を増やすことにしたのです。今回の展示に伴いコーナーのポップも一新しました。ウツボの性格が実は臆病なことや、つぶらな瞳で愛嬌のある表情をしていることなどが紹介されています。来たのは一昨日から四万十の方に行ったんですけど、キャンプしに行った。自然あふれててすごいいい場所だったなと思いますね、はい。子供たちがやっぱりお外で遊びたいので、ちょっとかわいそうだなって思うね。早くね、コロナが落ち着いてほしいなって、就職してほしいなと思いますけど。休み期間中お客さんがいない間に清掃とか、あと魚の搬入などをしましたので、ぜひ新しい仲間も増えているので、皆さんに見てもらいたいです。桂浜水族館は屋内展示の一部やアシカやトドのショーを当面中止にして営業しています。今月は6月に生まれたばかりのアシカの赤ちゃんの命名式なども予定しているということです。